どうも、シネコです。今回もフリーゲームヘビ貿易やっていきたいと思います。パート21ということで、前回の続きからになります。前回もですね、まあいろいろアイテム集めていきまして、現在は、地下防災センター跡地に来ています。はい。で、ここダンジョンエリアですね。なので、まあうまいことね、行かないとダメなんですけど、まあ、炎があるね。木の障害物は水。まあ、そうか。今回、水の量が少ないのか、にしかないな。水、貯めとくべきだったのかな、っていう感じがしますけど、まあ、飛び越える。いや、さすがにね、飛び越えると、またね、まあ、詰まる可能性があるんですよね。炎は飛び越えても燃え続ける。つまり取り白い木の木色で塗り、その炎は飛び越えることもできなくなる。もし炎に取り込まれたら、アイテムの中でアップするしかないから、木の取り付けは要注意だ。とかね、言われますのでね。とりあえず、まあ、最短ルートは、まあ、ポンポン、火をね、3回飛び越えて、ピッケルをかける2ゲットして、まあ、牛さんかな。牛さん？牛さんのところに行くっていうのが、最短っぽいですけど、たどり着けるかな。 HP 今8ですね。待って、ペットボトル50までなそれが問題かな。で、ポーションがありますね。 HP を10回復して、 MP も1だけ回復します。どうしよっかな。とりあえず、まあ、温泉もね、まあ、買い替えてもですね。気まぐれパスタなんだ？お、待って、HP30 回復があるな。これ使えばいけるんじゃないか。とりあえず飛び越えて、飛び越えます。HP3 消費。ワン飛び込み。残り5。飛び越えます。残り2ピンチですが、ここで、ポーションを飲みます。ほい、 HP10 回復、12で、これでもう一挙飛び越えましょう。9ピッケルゲット、ピッケルゲット、砂金 MP。 おお、ここも取り出せるね。砂金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 。おぉHP28。この状態でダメですね。で、なんだ、腕力があればダメージを減らせるのかな。腕力があればダメージを減らすことができるということなので、腕力を上げましょう。スキル割り振り。あ、ない。生産レベル、上昇効果の10、あ、10術上昇。そうなん、10術上昇させて、10術上昇させて、まあ、そうだね。まあ、そうしようか。腕力知識生産を基的に10術上昇させます。これで腕力12。これで受けるダメージは、多分16ぐらい、いや、18ぐらいかな。18ぐらいになってるんじゃないでしょうか。で、これですね、オムライスを食べましょう。こうすることで、腕力レベル17なので、13ダメージで済むんじゃないかな。っていう予想だね。で、ここで研究レポートを使っちゃおう。これで経験値が、1000度チェックかな。1000度チェック入ります。2回。2、レベル2。で、HP を回復させたいので、薬草。これで、どうだ？あ、待って、ゴーレムいてる。あ、ゴーレムいてる。まあ、とりあえず戦おう。レベルアップ、レベル3。ゴーレム。おー、
破壊でもいいけど鉱石化させてっていう手もありますね。意外とそこまで気にしなくてよかったかもしれません。とりあえずそうだな、カレー食べるか。レベルアップ、レベル5になりましたね。でも HP の回復しないといけないんですよね。ということなので、あれやばくないか、温泉使っちゃおうか、1個だけ。これで鉱石化します。で、MP を使ってアイテムをもらっときましょう。燃料突破ですね。もう、あぶん投げていっかな、ダメかな。 MP 回復もないですしね、しょうがない、ぶん投げましょう。お、食材は嬉しいですね。おお、食材も嬉しいよ。お、エナジードスタンドがある。いらないペットボトルを MP に交換。やった。いや、これはもう5本ですね。はい、突破です。危なかったですね。意外と危ないですね。よし、では次行きましょう。アーサルトダンジョン、ダンジョン2連ちゃん、これはヘビ君にとってはやばいです。ヘビ君にとってはやばい。道のみ防具ゲット。どうしよう、どう行こうかな。知識が高ければこの弾とハッキングできそう。銃必要。ああ、そうか、一回通っちゃったことによってないのか。スキルリターンもありますけど、でもなー、でもなー、魔王さんもいけるね。黒騎士だ。兵器持ってない。あー、 HP が足らない。どうしよう、ヘビで来てますね。あー、ないよHP4 減るのも怖いしな。防具使っても2個分しかダメですもんね。惜しい感じはするね。今現在 HP5。 アイテム機械券は水、あ、薬草もらえる。薬草は引き換えとこう。引き換え券の引き換え券はアイテム機械券と交換できます。じゃあ引き換えとこうか。アイテム交換2で、もう1個薬草もらおう。これで HP は10回復できるね。15、この状態で、まあ、武器で8ダメージ受けて、防具2個使って、あれ待って、これだともう黒騎士行っちゃって、あ、足らない。そうか、16か、444も12。ちょっと損なんかな。こっちはうるつく魂があればやった。選択肢はないんでね。あ、念仏攻撃ができるね。これだと、まあ、ここの蛇撃隊マシンを通らなくて済むので、まあ、一個だけ防具か武器か節約できますね。使っちゃおうか、念仏攻撃。いけ、イビルアイが選ばれた。無理じゃん。無理じゃん。これ背後からのがいいんだね。お、バルゲット。さあ、ヘビ撃退マシンやってきました。これで、まあ、一応、3回分ぐらいは安全で戦えるかな。まあ、まあ、一応武器を使って攻撃戦いましょう。まずはね、鉄くずゲット。もう一丁武器。鉄くず。ここの上気になるけど怖いから行きません。
こっから防具だね。防具。防具、これは何？フキトラップだ。うー、やっちゃった。やっちゃった。やっちゃった。シュネコはやってしまった。何もしないとかやっちゃダメだね。あー、やばいぞー。 HP が21以上あればいけるね。どうしよっか。これなんか腕力で受けるために減らせないかな。ちょっと一回試してみましょうか。あー、ダメだ。20ダメージを受けることになるね。あと13、あ、じゃあ14か。 HP 回復14が必要ですね。あ、ポーション、あ、当たらない。うー、燃料はいらない。予備パーツ、バール、望みはこっちだな。ということは、あ、待って、待って、そこも12ダメージ受けるのか。錬金釜、温泉、食材、ちょっと水を使ってみようか。化石、ペットボトル。化石今あってもな。化石が今あってもあまりな。燃料は資材アイテムです。燃料は資材アイテムらしいですね。どうしよっかな。サティン13もあるよ。キャッチャー13にも23もあるな。鉄くずもまあまあありますね。温泉を使って、17にしました。これでまあ12ダメージ戦えます。よし。よかった。ロープがあってよかった。脱出しましょう。メトロストリートにやってきました。いやー、ロープがあって助かりましたね。よかった、ロープ貯めといて。っていう感じですけど、とりあえず、ピッケル、武器、泥だらけのアイテム、紙切れ、ピッケル、プラスチック、いろいろゲットですね。おー、で、いけそうだね。多分、こっからいけるよね。よしよしよし。っていうことで、結構進んできましたね。はい。ということでですね、今回のパート、一旦ここまでにさせていただこうかなと思います。次回はこのね、メトロストリートから続きやっていこうかなと思います。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それでは次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。